チャオ、あっちゃんです。今日10月20日、痛い痛い、腰が痛い。はい、今日10月29日、あっちゃん家の晩ご飯は、うでんにしたいと思います。はい。うでんってなんやねんって、うどん、おでんにうどん入れるだけ。はい。まだ餃子あんねん、具が。見て。こんなんねん。で、とりあえずね、牛串。牛串も抜いたろ。よいしょ、抜いて。こんだけあるからね。もうこれを、具にうどんを入れて食べましょう。ちょっとやっぱそこが焦げるか。これがめちゃくちゃうまいのよ。この出汁が。で、ここにね、ちょっと出汁作るわ。とりあえずね、1対8やからね。白だし1対8で、ちょっと出汁作ります。でね、多分薄めたら大丈夫と思うんだよね。うん、開けといて。うん、やじやじ。またね、オイスターソースを隠し味に入れよう。崩れそうやな。うん、美味しい、最高。ここにうどん入れましょう。もうちょいしびれた方がいいかな。まあいいか、4玉、3玉入れるからね。ちゅうまにさ、なんかキッチンゴトゴトみたいなのに猫入ってきとって暴れたんね。でまあ、何も食べてないしね、変なとこは触ってないんやけど、なんかいろいろ落としたんや。食器とか洗い直さないか。ね、いいね、別に入ってきて餌あげるぐらいね。ただ、汚い手で入ってくるのが嫌でさ。猫とか大好きやからさ、いいんやけど。もう部屋でやろうかな。
と、まあね、おでんとうどん、おでんも残ってるからね、おでんうどんで、まだ多分汁残るから、明日昼間またあっちゃん、おでん汁かもわからんね、おでん汁もなんか見えてるね。もう逆さよね。プチプチこぼれた匂いが。何がいいな。それ使えるやろ。あ、焦げてる。そこ焦げてる。なんで焦げんね。変な焦げ寄せてちゃったね。入れすぎたんかなぐらいね。うお、柚子のいい香り。では持ってって食べましょうか。はい、できました。いただきます。はい、ミキオってサンドイッチもあるよね。寒い、はい、食べましょう、うん、食べよう、さっさと食べ。これで取った方が取りやすいで。じゃあ、マジで練り物も食べてな。焦げてる。練り物、うん、いろんなものが中入ってるから練り物も一緒に食べてな。で、スープ、スープ、はい、これ取りにくい長いの。スープを入れよう。スープいる？はい、はい、運転手さん間違えたって。じゃあいただきます。あ、うん、お茶系が飲みたいね。うん、水が効いておいしい。スープ最高。
あ、ここここ慌てて食べるのね。受け止めましょう。かけすぎ、辛いよそんなの。自分の名前だよ。そんなことないよ、アナゴくん。似てない。えだこだよ。むちゃぶさいでやってしまうなんて。全部売ってる。売ってなくて自らやります。モノマネなんて似てなくていいんだよ。雰囲気でね。コロッケのモノマネ似てないやん。あれでね、面白かった、それでね。ね。何え、それやれやん。なんとかやん。よっちゃんちゃうわ。トッシンちゃうわ。アゴモノマネはなんとかやん。面白いなやつ。あいつだ。もう素人のノリなんでごめん。どここれ。赤城さん。え？柚子入れたった。美味しかったやろ。で、今日の弁当。だった？あれは卵。卵出た。美味しかったやろ。あれ、キノコ、3種のキノコの佃煮で。色汚いんだよ。黒かったよ。え、きんぴらは？めっちゃ嫌かった。なんでやろ。おめでとった？そうなの？そんな熱入れへんなの？食べたとこ美味しかったのにな。苦いとこ入ったんかな。あれあれ、ね、めっちゃスープ美味しい。これやばいよ。薄味分からへん。え、薄味分からへん。薄味分からへん。スープやばいぐらい美味しい。麺もやけど具いっぱい食べてな。まだまだ余ってるから。美味しないもん。なんで大根あるやん。大根めっちゃ染みてんねこれ多分。そうだよ。だよ、学んで。じゃがいも学んで。ティッシュ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 。ティッ誰や、哲也って。キャシャン。キャシャン？そっちの哲也？キャシャンの哲也って誰やねん。キャシャンの人？キャシャンってどんな子やったっけ。キャシャンなんか声軽かったよな。キャシャン最近見ない、昔は見たけど、子供キャシャン好きでよう見したわ。キャシャン好きでよう見とんねんけど。心臓に。なんか妙に声が軽かった気がした。昔かっこええな思ってんけど。成長の証かもから大きくなれるかからですから。
ね、でもあれ時間経ったらクソしない急に胃がちっちゃくなったんだから、うん、食いすぎて死ぬ、うん、遠い、うん、そうね、また減らそうか、ご飯あげてんの、ご飯おいしいって言われる、お米やお米も、うん、お腹いっぱいや、お腹いっぱい、もう一回食べよう、減らさんかった。明日のあっちゃんの昼ご飯またおでん食べやんな汁やったらなんとかにね、リメイクできても、ビルマンのマネデビール、デビルマン、ミヤの分かれへん、あんな男の声出へん、じゃあウルトラマン、ウルトラマン、じゃあガンモドキ美味しい、美味しいね、天然水道、天然水、天然水道、カメラ揺れすぎ、吐きそう、水道、うん、水分ってこれ無理に揺らしてんねやろ、そんなエフェクトいらんねん、赤城公園や、これ知ってるわ、行ったことないけど前なんかでやってた、何なんだ、もう今日は、今日はね、これがこれで ドローンします、今日はこれがこれ、これでドローンします、え、何やそれ、ウーカンダムがあるから、写真撮るとお台場行ってこい、あーお腹いっぱいだけど、もうちょっと食べてしまおうかな、練り物、練り物も食べてな、死んだけだとね、明日食わせるかな、なんか考えよう、ドローン最近残してるよ、ドローン公園で飛ばしたらあかん、違う、ドローン、ドローンしますって言うやか、うん、最近の子分からない私リアルでドローンしますって言うんですよ、ね、酒飲んどってな、うん、ちょっと今日はあのドローンしますって書いてほんまに言うじゃん、めっちゃ面白かった、早朝のこんなところ行きたくないわ、綺麗だよ、
寒いで。うん。寒いで。うん。いや眠いやそれそれ。あドローンや。ドローン降りてきた。走ってきた。もっと近く降ろしてから。いや。あんな遠いところだね。あ美味しかった。ごちそうさま。今日のあっちゃん家の晩ご飯うでんでした。はい。おでんの後はうどんに限ります。はい。あっちゃん家小食やから2日に分けて2回食べられました。具入れすぎて作りすぎて、ほんまは1日で作る食べてしまう気やってんけどもできませんでした。はい。まあ2日かかったけどね。まだお汁がいっぱい残ってるんで3日目なんか何かになります。はい。ということで、どんだけしゃぶんねん。はい。前はおでん美味しかったんでね。これ3日目何かに、またリメイクして、明日何か食べたいと思います。めっちゃ美味しかった。2日目のおでんの汁最高。おでんだけ飲みたい。おでんだけちゃうわ。汁だけ飲みたいなっていう気分にもなるけどね。汁飲んでしもたらリメイクできへんしね。まあね、ちょっと考えましょう。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさま。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯おでん、よかったよと思ってくれたら高評価を。応援コメント、うでんってなんやねんって言われたらうどんとおでんです。はい、うどん、今日はおでんにうどんです。はい、ということで、もうそのコメントはコメントで聞かないでください。うでんなんで、はい。ということで、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。